ベルベット・リボルバーは、アメリカのロックバンド。2002年に、元ガンズローゼズのスラッシュ、ダフ、マッケーガン、マット・ソーラムの3人に、デーブ・ナバロバンドのデーブ・クシュナー、元ストーン・テンプル・パイロッツのスコット・ウェイランドを迎えて、結成された、スーパーグループ。結成のきっかけは、ランリカステロの追悼コンサートで、元ガンズローゼズの3人にバック・チェリーの、 ボーカリストであるジョシュ・トッドとギタリストのキース・ネルソンを加えたラインナップで行った演奏から、このライブで彼ら5人はバック・エヌ・ローゼズと名乗った。また、この時にはエアロ・スミスのスティーブン・タイラーも飛び入りで参加している。互いにまだ確かなケミストリーがあると感じたメンバーは、トッド、ネルソンと共にアルバム制作を開始。しかし、トッドの声がどうしても、 バックチェリーに聞こえてしまうなど、ボーカルに不満を感じて二人を候補から外す。ギタリストの後任には、スラッシュの中学時代からの知り合いであり、マッケーガンのバンドローデッドにも参加経験のある、デイブ・クシュナーが加入。この頃のバンドは、ザ・プロジェクトとだけ呼ばれていた。セバスチャン・バックなど多くのシンガーが、セッションに交わったが、最終的に、 元ストーンテンプルパイロッツのスコット・ウェイランドの加入が決定した。セバスチャン・バックが加入しなかったわけについては、やはりスキッドローに聞こえてしまうためと言われている。バンド名は当初、マッケーガンのバンド名、ローデッドを使い、リローデッドとしようとされたが、映画、マトリックス・リローデッドの公開により断念。スラッシュのアイデアにより、リボルバーとする案が出されたが、 そのバンド名はすでに50以上のバンドによって使われており、ウェイランドがデッドベルベットリボルバーと提案、最終的にデッドを省いたベルベットリボルバーとされた。この頃に同じくモトガンズローゼズのギタリストであるイジー、ストラドリンも参加し曲を残していると言われているが、気まぐれで物事に執着しない性格のイジーはふらりと抜けていったという。 このバンドに関わった有名人は多く、モトリークルーのベーシスト、ニッキーシックスも、一時期関わっていた。アルバム発表前の2003年6月19日に、ロサンゼルスのエルレイにてライブを決行。そのライブの様子は、シングル DVD で発売が予定されていたが、当時はまだ一作も発表していなかったため、インターネットを通じて、世界中のファンが、海賊版映像、 音源を流してしまい、発売が中止された。前後して、映画、ハルクに、楽曲、セット・ミー・フリー、セット・メ・フリーを提供。サウンドトラックに収録され、初めての発表音源となる。また、ピンク・フロイドの、マネー・マネーをカバーし、同様に、映画、ミニ・ミニ大作戦に提供されている。シンガー探しに時間を費やした長い期間に作りためた。 曲は50曲以上とも言われており、ウェイランド加入後は芝叩く間に、アルバム、コントラバンドコントラバンドは完成。2004年6月2日に、日本先行発売された、このアルバムは、US 版、UK 版にコピーコントロール CD で製造されたにも、かかわらず、ビルボード初登場1位を獲得している。シングルカットされた、スリザースリザーは、 第47回グラミー賞ベストハードロックパフォーマンス部門を受賞した。2005年2月の5.6日に開催されたソニックマニア例後に来日出演。前後して単独公演も行っている。本来なら前年の2004年のソニックマニアに出演する話がまとまっていたがウェイランドのドラッグ事件にまつわるトラブルによって 出演がキャンセルされていたので、その雪辱とも言える。その後、新曲、カモンカミンカモンカムインが録音され、ファンタスティック4超能力ユニットのサウンドトラックに収録された。2006年夏にセカンドアルバムのレコーディング開始。プロデューサーは、パールジャムレイジ・アゲンスト・ザ・マシーン。 ザミュージックなどを手掛けたブレンダン・オブライエンに落ち着き、2007年6月27日、リベルタド・リベルタを日本先行発売。2007年11月には2度目の来日公演が決定していたが、スコットのビザ申請が通らず直前になり全公演がキャンセルとなった。2008年もツアーを行っていたが、3月にスコットがライブ中に、これが、 最後のツアー等と発言する場面があり、それに関して、マットが自身のブログに非難を書いたところ、それに対し、スコットが自身のブログでも反発するなど、トラブルが相次ぐ。そして2008年4月1日、バンドのオフィシャルサイトより、ボーカル、スコット・ウェイランドの脱退が発表される。スコットは2008年5月より、フルスストーンテンプルパイロッツへ復帰した。 スコットの脱退後、新冒家リストを探しオーディションを繰り返しているものの、2014年現在も、公認は見つかっていない。レニー・クラビッツ、セバスチャン・バック、オルター・ブリッジのマイルス・スケネディラの名前がメディアを通じて伝えられたが、加入は実現せず、スリップノットのコリー、テイラーとはレコーディングを行ったが、スラッシュの納得がいかず発表には至っていない。 2012年1月12日、ハウス・オブ・ブルーズ・ロサンゼルスにて人夜限りのセッションが披露された。これがベルベット・リボルバー最後のライブとなった。2015年12月3日、スコットがツアーバスの中で亡くなっていたところを発見される。死因はドラッグとアルコールを含む薬物等の併用による中毒死と発表される。ベルベット・リボルバーの来日公演決定。 武道館公演も、R569.jp2007.09-17、ベルベットリボルバー、新ボーカル決定、R569.jp2009.02-16、スラッシュ、ベルベットリボルバーのボーカルオーディションを開始 R569.jp2010.1208 コーリーテーラーの、 ベルベットリボルバーが入説をスラッシュが否定 a r ド6 9 j p 2 0 1 1 0 4 1 9ビルボード200ベルベットリボルバーチャートヒストリービルボード2015年9月16日閲覧ディスコグラフィーベルベットリボルバー AUSTRALYAN-CHARTS.com ハング・メジェン。2015年9月16日閲覧。カナディアン・アルバムス。ベルベット・リボルバー。チャート・ヒストリー。ビルボード。2015年9月16日閲覧。ディスコグラフィー・ベルベット・リボルバー。f-i-n-n-i-s-h-c-h-a-r-ts.com。ハング・メジェン。2015年9月16日閲覧。ディスコグラフィー・ベルベット・リボルバー。 irish-charts.com ハングメジェン2015年9月16日閲覧ディスコグラフィーベルベットリボルバー italiancharts.com ハングメジェン2015年9月16日閲覧ディスコグラフィーベルベットリボルバー norwegiancharts.com ハング・メジェン。2015年9月16日閲覧。ディスコグラフィー・ベルベット・リボルバー。チャーツ .orgnz。ハング・メジェン。2015年9月16日閲覧。ディスコグラフィー・ベルベット・リボルバー。swedisharts.com。ハング・メジェン。2015年9月16日閲覧。ベルベット・リボルバー。 オフィシャルチャーツカンパニー。2015年9月16日。閲覧。リバダビア、エドアルド、10イヤーズアゴ g o ルベットリボルバーリリーシズコントラバンド。アルティメットクラシックロック。h t t p ア l t i m a t e c l a s ロ c ク o c k c o m ベルベットレボルバーコントラバンド。2015年9月16日。閲覧。ゴールドプラチナムサーチベルベットリボルバー。ゴールド プラチナムサーチブルデータベースレコーディングインダストリーアソシエーションオブアメリカ2014年9月16日閲覧2004アルバムスアリアチャーツアクレディテーションズオーストラリアンレコーディングインダストリーアソシエーション2014年9月16日閲覧 AB ゴールドプラチナムサーチベルベットリボルバーゴールド プラチナム、ミュージックカナダ、2014年9月16日閲覧。AB、サーティファイドアワーズ。ブリティッシュ・フォノグラフィック・インダストリー、2014年9月16日、閲覧。ノート、ユーザーマスト・マニュアリー、サーチ・フォー・ベルベット・リボルバー、ケ KT ・ヘイスティ、T.I.E.S. トップ・ドッグ・アゲーン・オン・ザ・ビルボード200、ビルボード・ドット・コム、ジュライ11、2007。 ありがとうございます。